松原であるなんてね考えられへんドキッとした大阪松原市の道路脇に立つ看板シートで覆われる前の写真には世界平和統一家庭連合と書かれていますこれは周辺地域の美化活動を行っている団体や企業などを示すもので大阪府によりますと今年4月に設置されたということです 活動に参加するには営利目的ではないことなど十五の審査項目がありますが特に問題はなかったと言い,います当該の団体は安倍元総理の事件を受け活動の自粛を申し出ていて府も今月市民が不安に思う恐れがあるとして暴動を覆う対応をしました八人ぐらいおったね掃除してんねんこの女の人らがねここずっとねでもそれは C からしてんのかな思っと思ったけど清掃活動だけではなく近隣の店に聖書を置いて帰ったこともあるということですまた富田林市でも2016年にボードが設置されましたが活動実態がないとして撤去されたということです旧統一教会が関係する団体の活動他にも私たちの身の回りに及んでいます 大阪府美濃市では旧統一協会と関連する団体が17年前から小学校で科学実験の講座を開いていたことが分かっています市の教育委員会によりますと団体は大阪大学の非公認サークルハンダイカープとみられるということですが個人名で申請されていて旧統一協会との関係を伺わせる情報はなかったとしています ハンダイカープのサイトには今回の講座のものとみられる投稿がありました。本日は一学期第五回目の面白科学実験を行ってきました。カルト問題の専門家でハンダイカープに詳しい立川俊と教授。2011年頃、学生支援の担当としてハンダイカープのメンバーと話す機会があり、その際小学校で科学実験をすると聞いたといいます。 実態を隠して、活動することの問題点については。今回の報道で取り上げられている団体、団体のメンバーの一部には伝えたことがあります。その際にはですね、小学校側側にはきちんと伝えますと、返事をもらったと記憶をしております。カープはボランティア活動などを目的とした学生主体の団体とみられ。大阪大学のほかにも存在が確認されています。 学内で正体を隠して学生を勧誘するなどの活動がたびたび問題視されてきました。立掛教授はカープと旧統一教会には深いつながりがあると見ています。多くが親御さんがその信仰を持っていらっしゃるまあ二世それから三世の学生だと、その親団体からスタッフがあの派遣をされて助言とか指導をされている。 のではないいいかという,ふうに推測をしています一方で、大学として非公認団体の活動を規制することは難しいと言い信仰す,する自由、信仰しない自由は前提の上で、大学としては実態を隠したり、嘘をついたりして勧誘することは認められないという姿勢で、この問題に取り組んできています。 市は今後、旧統一教会関連の団体について、講座への参加を認めないよう、公聴会や PTA に通達する方針です。